硬いのこの外旋、いわゆるね。じれなんです。基礎となる部分が外側のアーチだからな。甲骨なんですけど、この立方骨が正しい位置で働いてないと、この外側のアーチが崩れてしまいます。甲骨が本来の位置からぐっと沈み込むような感じでね。この かかとのね、真ん中ではなくて、かかとのやや外側ぐーっと加重します。これ、イメージで言うとね、ちょっと足の外側で踏んで、シーソーみたいな感じで、ここを押すとこっちが上がってくるんで、指をこういう感じで、足の指をこう動かす。皆さん、こんにちは。大阪市宮古島区、坂東整骨院院長の坂東です。本日も動画を見ていただき誠にありがとうございます。本日も皆様の健康のお役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。今回のテーマは、膝のねじれ、特に足の アーチが崩れることによって起きる膝痛についてその原因とセルフケアについてお伝えしていこうと思っております以前の動画で膝の痛みの原因第1位は硬いのねじれこういう風にお話したと思うんですけども膝痛の原因で一番多いのはいわゆるこのニーイントゥアウトに代表される硬いのこの外旋、いわゆるねじれなんですただこの原因は単にこの膝だけに問題があるわけじゃなくて大きな影響を受けるのは 例えばこの股関節であったり足首とか足のつき方とか足の裏ですねこの立ち方とかに影響を受けます地面に最初につく体の部位っていうのは足裏が土台ベースになるんですけども そのベースの部分がそそもそもしっかり立ててないとそそのの上に歪みが起こってきますそのベースというのはこの側底にある3つのアーチでこの内側内側のアーチですねで外側の縦アーチで前から見た時の横アーチこの3つのアーチに支えられてるんですけど特にその中でも一番大事なのが今回ご紹介する外外側側ののの縦アーチこの外側の、ね、アーーチチこなんですなんか土踏まずの方が大事のように感じるんですけどなぜこの外側の縦アーチが大事かといいます とこの3つのアーチですね外側内側横アーチこの全てのアーチの基礎となる部分が外側のアーチだからなんですね中でもこの外側アーチを形成する中で一番大事な骨というのはこのね立方骨っていう骨があるんですねでなぜこの立方骨という骨が大事なのかっていうことも含めて今からご説明していきたいと思います立方骨というのは足のこの外側のアーチを支える一つの骨なんですけどこの黄色くねこうマークしたんで分かりやすいと思うんですけど あの一般の方は、ね、立方はは骨ななんて聞いいいいいたこととう方は結構いらっしゃると思いますで治療科の先生でも足のことについてねあんまり詳しくない先生はもしかしたら立方骨も聞いたことあるぐらいでこの外側アーチの中でも一番要になる骨立方骨なんですけどこの立方骨が正しい位置で働いてないとこの外側アーチが崩れてしまいますでこの外側アーチが崩れてしまうと同時に内側のアーチであったりで横アーチこれもね同じように崩れてしまう原因になるんですね。で結果的に内側 このアーチも崩れてしまうんで足自体が、ね、内側に沈み込むような感じになってしまってこの2イン2アウトですねこの膝が内に入って足が外に向くようなこういう状態になって膝の負担が増えて膝の痛みにつながってくるんですねでこの立方骨が正しい位置にないっていうのは立方骨がねぐッとこう沈んでしまう下に落ちてしまうんですねそういう状態になってしまうんですでそうなってしまうとよく言うね外反母趾とかこのモートン病いうてねこの第4趾とかこの辺りがね グッと痛くなるでもちろんねこのグッとこう下に落ちてしまうんで扁平足とかさまざ、あ、まなね足のトラブルの要因にもなってきますですからこの膝のねじれ以外にも外側のアーチと深く関係する外反母趾とか毛トン病とか足底筋膜炎とかあと扁平足ですねこの辺りでお悩みの方にも是非動画を最後まで見ていただいて一緒にセルフケアをやっていただいたらその辺りの改善にもつながってきますので是非とも最後までご覧くださいえこの2イン2アウト 膝痛になっている方の多くは、いわゆる扁平足であったり、外反母趾などの足のトラブルを抱えている方って非常に多いんですね。特にこの内側のアーチですね。土踏まずがなくなってしまって、足首がこう内側にね、倒れるようになってしまう。そのことで膝にも大きなストレスがかかってくるんですね。で、それを解消するにはどうすればいいのか、どうやったらこの足のアーチがしっかりできるのかと言いますと、先ほど言った立方骨がね、こうグッとこの下に落ち込むことでアーチが崩れてしまう。う のでこの立方骨を上に上げてあげる居上してあげるっていうことがすごく大事なんですねはい立方骨というのはですね外側のアーチの一番高いところですね真ん中のところにあるのが立方骨ですで上から見るとこういう感じですねで下から見るとこの位置にありますで見てわかるように外側アーチの頂上のところにあるんで地面に直接触れるところではないんですよただ、えー、と膝が悪い方とか足のトラブル抱えてらっしゃる方っていうのはこういう感じでぐっとこうね扁平足になったり 外反母趾になったり立方骨が本来の位置からぐーっと沈み込むような感じで、ね、落ち込んんででしまってるんですね落ち込むことでぐーっと内側の方に荷重がかかってしまって内側のアーチが潰れたりもちろん内側のアーチも潰れるんですけどアーチ自体がこうバランスが崩れてしまって足の全体の、ね、荷重が内側に入ってしまうというそういう状態になってるんですね。 なぜ快速アーチが大事なのかと言いますとこういう感じで見てもらったら分かるんですけど立ってる状態ですね体重っていうのは体の中心から両足にかかっていきますで骨盤から大腿骨っていう太ももの骨ですねでその後ふくらはぎのこの脛骨っていう大きな骨があるんですけどでその後ずーっとかかとの方まで行くんですけどこれ後ろから見たとこなんですけど普通に立った時に上から荷重が乗っかってきて脛骨っていう骨まで来てそっから先なんですね今度かかとの骨に入るんですけどかかとの 骨って、ね、これ見てもらったら分かるんですけどねまっすぐねこの頸骨のすぐ下に来てるわけじゃないんですよちょっと外側なんですねこれ右足なんですけどわかると思います内側はこんな感じでねスペースが空いててまっすぐ下にあった方が、ね、バランスいいような気がするんだけどこれ外側にあるんですよ重心がですからあの正確なことで言うとねよく足裏の荷重ってかかととこの母子球って親指の付け根ですね小指の付け根この3点で立つっていうことをよく言うんです私もまあ,あのカメラの三脚みたいな感じでっていうことをご説明してる んですけどこれね正確に言うとねこの「 かかとの、ね、真ん中ではなくてかかかかかとのやや外側に重心があるんですだからかかとですだら言うとこれぐらいな感じなんでかかとのちょっとね外なんですよ外に重心があってでその次に荷重がかかるのはこの親指の付け根ですね親指の付け根でその後最後に小指の付け根っていう形で立つんでですから荷重が中心よりもちょっと外側に来てるんでこの外に向いた体重を次に支えるのがさっきから言ってる立方骨なんですねこのかかとの次にあるほどですねで この立方骨がこう沈み込むようになってしまうと。 どうなるかっていうとこれが沈み込んでしまうと内側にグーッとこのアーチが潰れて倒れてしまうこういうふうになってしまうとまあ、もちろん扁平足にもなるし外反母趾にもなるしでこの上見てもらったら分かりますね足がグーッと沈み込むんで内側に入ってしまって2イン2アウトで膝に悪いこの位置になってしまうんですねですからだん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 このかかとの位置がですねどんどんどん外に向いてしまうこういう状態でいうのは膝にとってはすごく良くない状態なんですねですからで問題は外側に傾いたかかとの骨ですね この力をしっかり支えてあげるアーチを作るためにこの立方骨っていう骨をね下に落としたらダメなんです上にぐーっとね持ち上げてあげるそういう風なセルフケアをこれからご紹介するんで皆様にもやってほしいんですねで今回はですね足の外側のアーチを作るセルフケアですねこれをやっていただくことで立方骨をですね持ち上げてあげるそういうセルフケアになりますのでまずはそちらの方を試していただいてそうするとね立った時にね足つきが良くなるというかね踏ん張れるようになると思いますひ とも一度試してみてください。 はい、まずね、立方骨の正しい位置なんですけど、先ほどから模型で説明しているように、このあたりなんですね、黄色い骨。で、えっと、まあ、皆さんどうやって探すかって言いますとね、この外側の骨ですね、この、ここですね、小指側の骨で、こういう、ここにね、ちょっと出っ張りがあるんです。実際の足で言うと、こういうふうに触っていって、このあたり、くるぶしの下がっていったところよりも、ちょっと、くるぶしの下がっていったところよりも、ちょっと前ですね、このあたりにね、骨の出っ張りがあります。で、これがここなんですね。骨の出っ張りがあって、この出っ張りのところ、 のえっ、ー、とちょっとだけ後ろですね。でこのあたり出っ張りがあります。ふんそこからちょっと凹んだとここのあたりがちょうどねここはね立方骨と言われます。で立方骨上から見るとこんな感じなんですけど下からのポイントはどうなるかっていうと先ほど言った出っ張りのところからこういう感じで下に回していきます。でこの真下じゃなくこの出っ張りから ちょっと下がった内側。ですから、足で言ったら、ここが出っ張りなんで、出っ張りからちょっと下がって、ここですね。ちょうどこの私が今マークしてると思うんですけど、この位置です。この位置が立方骨なんで、この位置の立方骨下がってるところにね、ちょっとポイントがあります。で、ここをね、下からぐーっと押してもらうと、ちょうどね、立方骨ってね、ここだけ、こう下げていって回したとこここにね、ちょっと出っ張りがあるんです。で、これをぐーっと下から押すと、ちょっとね、神経が通ってたりするんで、ちょっとね、こう、ジンジンします。 ですから、ここ、出っ張りのところの、出っ張りのすぐ下のへこみ、へこみからちょっと指をぐっと回した、このあたりですね、ここをぐーっと押さえると神経があるんでね、動かしたりするとビリビリするかもわかんないです。ここのポイントを下からぐーっと突き上げるんですけど、今回それをやるのに使用するのが、他のえと動画でも使いましたけど、こういうテニスボールを使います。で、テニスボールを使って、先ほど言ったここ、まず探しますね。この 引っ張りの下、こう指が入るとこ,ですここをぐるっと回したら、ちょうどここがね、立方骨なんで、立方骨の場所にこういう感じでテニスボールを下に置いてもらって、でぐーっと加重します。これ今見えやすいようにこう下でやってますけど、ですからテニスボールの位置っていうのはちょうどね、ここですね、この黄色のとこですね。ですからこんな感じで、ここにこういう感じで当てる感じです。見えますかね、うん、で、こういう感じでぐーっと踏み込むような感じ。ですから。 足の真ん中よりもちょっと外です。で、かかとの位置より前なんで、出っ張りのところの後ろぐらいですね。ここのあたりにぐーっと頂点を当てる感じでやっていきます。で、実際にやっていきますね。こういう感じで、この黄色の部分ですね。出っ張りのすぐ下に当てる。足の出っ張りがあります。その下に凹みがあります。凹みをちょっとクッと曲げ込む感じ。で、ちょうどここにね、こんな感じでテニスボールを置くような感じで。で、置いた状態で、 まずぐーっとね体重をかけていきますこういう感じで膝をぐーっと押し込んで体重をかけていきますイメージで言うとねちょっと足の外側で踏んでるような感じですね足の外側で足のこのこの辺りで踏んでる感じですねかかとのちょっと前で,でぐーっと踏み込むですから ちょっとね力抜くとグリーンってなってしまうんで上手にグーッとね体重をねうまくこういう感じでかけてグーッと押し込むような感じで、まあ、これをしばらくちょっとこういう感じで押してみてくださいもしかしたらちょっとズキズキ痛いっていうことがあるかもわかんないんでその時はもう緩めにしてもらっていいんですけど大丈夫だったらこういう感じで押し込むような感じでやってくださいグーッとしばらく押し込んでいって慣れてきたらちょっと緩めてみて、まあ、これをね、まあ、30秒ぐらいやってもらっていいですねやってもらったらいいですねこういう感じですね次にこの立方骨っていうのはここに繋がってんのはね とこの薬指なんですで。特にこの小指の動きっていうのがね大事なんで立方骨をこう下に落ちてるのを上に上げるっていうことは逆に言うとこの小指をねぐーっと下に落とし込むこういう感じで曲げてあげるとこれが逆に相対的に上がってくるんでこう押さえながらこの小指の骨のちょうどここ曲がるとこありますね指のここのところがぐーっと押し込んでみてくださいぐーっとこういう感じこういう感じ。そうすると このシーソーみたいな感じで、ここを押すとこっちが上がってくるんですね。ですから、この小指のここの付け根のところと、この立方骨で繋がってますから、小指のこの先端をグーッと押し込むと、逆にここが上がってくるんです。ですから、こんな感じで、ここの小指の指の曲がるとこですね、MP 関節っていうんですけど、ここの部分出っ張りがありますんで、ここをね、グーッと押し込んでください。見えますかねちょうど、ここですね。ここをグーッと押し込む。押し込みながら、 先ほどと同じようにぐーっと体重をかけておく。押し込みながらかけておく。これも同じように30秒ぐらい。で、何回もぐーっと押さえては緩めて、押さえては緩めて。で、何回も言いますけど、これやって痛い方はね、ちょっと緩めであのやってもらったらいいです。痛かったらダメなんで。で、これぐらいやったら、今度ね、指をね、じわじわこう動かしてみてください。こういう感じで。指をこういう感じで、足の指をこう動かす。で、動いてくるようになってきたら、体重をかけながら、まずこの指をぐーっと押し込んで、その後指をゆっくり動かしてみる。うん、で、こういうふうに動かしもでき きたら今度指をね。広げてみてください。ぐーっと特に小指をぐっと広げる。そうするとね。小指を広げるとこの付け根のとこですね。この立方骨のあたりがねぐーっと力が入るのがわかると思います。ここがねすごく大事で。もしかしたらこの指を広げるのが最初できないかもわかんないです。でもそれはね。ちょっとずつやっていってもらったら構わないんで、こういう感じで、ね、ぐーっと沈み込むような感じで押さえて最初は指を曲げるで、その次こう広げる。この3つのステップでやっていただくとだいぶね。このえー、っと立方骨が下から。と 突き上げられるような感じわかると思います。で、しばらくしてちょっと足休憩させてで、指をこういう感じで動かしてみてください。で、その後ね、実際にこうやって立ってみてください。そうした時に右の足は立方骨をぐっと下から押し上げたんで、この押し上げた方の足とそうじゃない。足ではこう足の突き方っていうかね。足の踏ん張りがね。すごく変わってくると思います。どっちかというとイメージで言ったらね。今まではほわっと立ってたのが、立方骨をぐっと下から押し上げてあげることで、体重の重心がね。ちゃんとね。足のね。ちょっと外。外 側ですね、このあたり外側に重心が乗ってで。 イメージで言うたら薬指指ととかかか小指の方にもしっっり体重がが乗ってるるような感じがわかると思いますですから体重が乗るポイントとしては体重がまっすぐ乗ってきてちょうどねこのくるぶしのちょっと前ぐらいの外ですちょっと前ぐらいですから真ん中にね体重乗るわけじゃなくてちょっと外なんですねでかかとのちょっと前なんでこの辺りですねこの辺りに体重が乗ってでその次にこの親指の付け根でしっかり体重が乗るで最後に小指の方で体重が乗るこの3点でしっかり立ててるっていう ことがすすごく大事なんですね立方骨がしっかり居上されることで内側にこうね崩れてしまうような内側アーチが崩れるとか外側アーチが崩れることで足が内側に入ってしまうようなことがなくなってきますんで膝の負担が減ってくるでもちろんその外反母趾であったり扁平足であったりあとトン病とか足底筋膜炎とかそういう足のトラブルもなくなってきますので簡単にできると思いますのであの、ね、このテニスボールを置いといてでちょっと足をねこういう感じでゴリゴリゴリ最初やってもらって だんだん慣れてくるとねこの立方骨の位置ってすごく分かってくると思うんでこういう感じでもちろんあの左側もやってもらっていいですバランスよくねでうまくこうできるようになってきますんで体重乗せていってでその後しっかり指をこう動かすで指をこういう感じで小指側を曲げてあげるね曲げてあげるとねこんな感じで相対的にこう押してあげるとシーソーみたいな感じでこっちが下がるとこっちが上がるみたいな感じになりますんでで指をグッと広げてあげるもうテレビ見ながらとかでもいいんでじわーっと押し込んであげてで指をこう曲げるっていう 1>, のね、1日23回やってあげるだけでもだいぶ変わってくると思いますで1回2回でねこれすぐ治るもんではないんでまめにちょっと続けてもらうと膝のトラブル以外のね足のトラブルある方も、ね、治ってきますのでこれはもう是非ともやってもらいたいセルフ系なんで頑張ってみてください。 はいいかかがだったでしょうか、まあ、実際にはですね当院なんかでも事前にねピドスコープっていう足の荷重を見る、まあ、機械に乗っていただいて、まあ、実際どんな感じかっていうのを見ていただいたりしながらねその後、まあどういう変化があったかっていうのを見ながらやっていくんで分かりやすいんですけど実際こうやってやっていただくだけでもね足の乗り方とか荷重が変わってくるのが分かると思いますので、まあ、毎日コツコツでいいんでやってもらえたらいいと思います。あとですね先ほども申し上げましたように立方骨が落ち込んでしまう原因に関しては、まあ他にもねいろいろ要因もあります。で ですから足のトラブルが多くて膝も痛いっていう方に関しては、ま専門の先生と相談しながら体全体の整体治療を行いながらその上でこういうセルフケアをやっていくっていうことをお勧めしますので、ぜひとも頑張ってみてください。はい、本日の動画は以上となります。えー、本日の動画を見て良かったな、面白かったなと思っていただいた方はぜひ高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いします。え、あとですね、まあ、他にこの動画を見て質問であったりとかえっ、ー、とコメントありましたらコメント欄の方に書いていただきましたらそちらの方をまた見させていただいて、まあ、後日の 動画に反映させてもらえたらなと思いますあとですね実際に当院の方で施術を受けてみたいという方いらっしゃいましたら概要欄の方にですね当院のホームページの方リンクが貼ってますのでそちらの方からお電話か、えー、LINE の方でご予約いただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、本日も動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら